Face Yourself は韓国の男性アイドルグループ BTS の日本での3枚目のオリジナルアルバム。2018年4月4日にユニバーサルミュージックジャパンより発売。7曲目に収録されている Don't Leave Me は2018年4月から放送されている坂口健太郎主演の関西テレビ制作、フジテレビ系のドラマシグナル長期未解決事件捜査班の主題歌に 起用された。メンバーの J-Hope と自民が来日し、2018年2月7日、日本テレビ、ポン、2月13日 NHK、FM、ミュージックライン、火曜サプライズ、2月17日、アベメで TV、フェイスイアセルフリリース緊急来日記念 SP、2月21日、ZIP、3月5日、R の法則、3月13日、 今夜は、謎トレに出演。メンバーの J-Hope、ジミン、V が3月10日、おとぼけポップスに出演。4月7日発売の雑誌、S カワイ5月号に掲載。4月14日から15日メンバー個別握手会が開催された。初回限定版3種と通常版1種類で発売され、3枚同時予約特典が7種、それぞれに、 イベント参加応募抽選券が特典として封入された。この記事は以下のカテゴリでも参照できますドントリーブ目に関するカテゴリ。ありがとうございます。